父の任務のお手伝い。次男と仲良くなるとお得満載。こいつずっと見てくるな。何なんだ一体。どうしたんです、ドミオン様。あ、暴力賄賂医者の娘。あ、アーニャちゃん、いたいた。ダミアンなんか見つめてどうしたの？アーニャ、次男と仲良くしたい。アーニャちゃんってやっぱりそういうことなの？おい、何見てんだてめえこら。アーニャ、お前と仲良くしたい。俺はお前みたいなチンチクリンに構ってる暇はない。ひどい。やっぱりあんなやつやめときだよ、アーニャちゃん。アーニャ、あいつをもう一度殴ろうと思う。それはダメよ、退学になっちゃうわよ。用がないなら気安く喋りかけんな。よ、用事ならある。なんだよ。アーニャ、次男と話したいことがある。話したいことだと？こいつにしてはいつになく真剣な顔だな。一体何を？聞いてやらないこともないからさっさと言えよ。おい、ダミアン様はお忙しいんだぞ。そうだそうだ、お前らとのんきに話してる暇なんてないんだ。何よ、そんな風に言わなくてもいいじゃない。アーニャちゃんだって何もないのに呼び止めたりしないわよ。え、うん、まさかアーニャちゃん、本当に何もないのか。ダミアン様、こいつ何も考えていないのでは？それに用事なんてきっと大したことありませんよ。さっさと帰って勉強しましょう。そうだな、絡んで損したぜ。あの、ダミアン様、こんなにしつこく絡んでくるってことは、あいつひょっとしてダミアン様のお父上に取り入ろうとしているのでは？そうです、他の奴らと同じですよ。ジロジロ見てんだよ。次男と友達になると世界が平和。俺を無視するといい度胸してんじゃねえか。アーニャ、次男と仲良くなってみせる。どうせお前のことだし、今回のテストも最悪な結果だろうな。まだ受けてない、結果わからない。そうよ、まだわからないのに勝手に決めつけるんじゃないわよ。次男だってテストダメな時ある。だからアーニャだってテストいい時がある。そうよアーニャちゃん、諦めなければいい結果になるわよ。うい、アーニャいい点取るって信じ
でもしておくんだな。まあひどい。あんな奴の言うこと気にしちゃダメよ、アーニャちゃん。うい、次男の言うことアーニャ気にしない。何ついてきてんだよ、気持ち悪いな。次男の放課後アーニャ興味ある。興味持たれても何もねえよ、ついてくんな。わからない、何かあるかもしれない。だから何もねえって言ってるだろうが。次男暇。そんなわけないだろ、俺はテスト勉強で忙しいんだ。次男テストビビってる。はあ、それは17点取ったお前の方だろ。授業次男と同じ班、プラン B のチャンス。てめえマジで邪魔だけはするなよ。やっぱり次男クソ野郎。次男知ってるか、アーニャンちの犬賢い。俺は勉強で忙しいんだ、お前に構ってる暇はねえんだよ。お前も少しは勉強したらどうだ。問題ない、アーニャ最近勉強頑張ってる。インペリアルスカラーにならないと。次男焦ってる？お前に何がわかるんだよ。アーニャお前ん家遊びに行きたい。はあ？何言ってんだお前。遊ぶとお得。どうお得なのかさっぱりわからん。身の程を知れこのブス。庶民はほんとずうずうしいですね、ダミアン様。調子乗んなよ。父上に認めてもらうまでは遊んでいる暇なんてないんだ。う、平和への一歩が。星持ってる。次男見直してアーニャを家に呼ぶに違いない。いい気になるのよ。計画と違う。ステラを獲得して兄貴と同じインペリアルスカラーにならないと。アーニャちゃん、夕べの星見た？お星様キラキラしてた。どこだ。落ち着け次男、お空のお星様の話だ。なんだよしょうもな。タミアン様、ステラに取り憑かれすぎです。だな。デズモンド流ローリングスイープ。これが一流の掃除。 なんだよ。それやってみたい。勝手にしろ。父が言っていた、まずは相手を知ることが平和への第一歩。アーニャお前のこと知りたい。なんだいきなり。ド直球ね、アーニャちゃん。この間国語のテスト50点だったのは知ってる。なぜそれを。後ろから覗いた。アーニャちゃんが本格的なストーカーに。うるさい、お前に構ってる暇なんてないんだ。逃げられた。焦りすぎよアーニャちゃん。何か言おうかよ。アーニャンちにもボンド来た。
これで次男の家行って父の任務成功させる。こいつ何一人でニヤついてんだ、気持ち悪い。今度の体育は球技か。次男は運動得意か。まあな。行け次男、アーニャ飛び箱飛べる。だからどうした。な、縄跳びも飛べる。そうかよ、よかったな。次男の尊敬得るの難しい。こいつと一緒にいるとろくなことがねえ。こいつは疫病神だ。アーニャ避けられてる。聞け次男、今日のアーニャの朝ごはんオムレツだった。ふーん、あっそう。父のご飯は絶品。よかったな。今度食べに来い。行かねえよ、俺は忙しいって言ってるだろ。ロイド様のご飯なら私が食べに行くわ。アーニャちゃん、プラン B 進まない。アーニャ次男と勉強会したい。赤点取るやつでやっても意味ないだろう。プラン B のためにもっと次男と仲良しにならないと。何見てんだてめえこら。聞け次男、アーニャこの前百貨店貸し切った。ベッキーとお買い物三昧。だからどうした。どうせ貸し切ったのはブラックベルだろ。ゲンナマもいっぱい持って行った。それがどうしたんだよ。ゲンナマとか庶民丸出しですよね。次男と仲良くなるのうまくいかない。おいチンチクリン、お前また補習なのか。バカは大変だな。あーやバカじゃない、ちょっと本気出してないだけ。そうよ、次の試験アーニャちゃんなら赤点を回避できるわ。こいつの学力じゃ無理だろ。もう頭にきたわ。アーニャちゃん今から一緒に猛勉強しよう。うい、アーニャもちょっとだけ頑張る。アーニャ次のテスト自信ある。赤点ない。その自信ならきっと大丈夫ね、アーニャちゃん。ふー、いつも小テストで赤点取ってるくせによくそんな余裕でいられるよな。どうせ今回も赤点じゃねえの。何よ、決めつけは良くないわよ。決めつけは決めつけじゃねえよ、事実を言ったまでのことだろ。お前は次のテストも赤点だ。あにゃ、あいつら懲らしめたい。気持ちはわかるけどダメよ、あにゃちゃん退学になっちゃうわよ。あーにゃ、この前ベッキーとおしゃれな服を試着した。あっそう。モコモコで可愛いやつだ。モコモコ？なんだそれ。それで一着でも買ったのかよ。結局迷って決められなかった。おしゃれ作戦ジ・エンド。ずいぶんとご機嫌なようだな。うい、今日は帰ったら父の作るハンバーグ。気楽なやつだな。うう、危うくバスに乗り遅れて遅刻するとこだった。情けねえやつだな。授業中も居眠りしているし、ほんとだらしないやつですね。ふん、あんただって
って寝坊くらいするでしょ。一度も遅刻しないって言い切れるの？たけー、ダミアン様を貴様ら凡人と一緒にするな。そうだそうだ、万に一つでもそんなことあるものか。そうだ、雷が下から上に落ちるくらいありえないぜ。いや、そこまで言われるとプレッシャーが。雷は下から上に落ちることもあるわ。もう行こう、アーニャちゃん。次男、遅刻したら覚えておけ。次男、いつも偉そうにしている。あ？俺は偉そうじゃねえ、偉いんだよ。アーニャちゃんは次のテストに向けて勉強してる？問題ない、アーニャ勉強してる。そう、ならよかったわ。何がよかったんだよ、いつも赤点のくせに。赤点取ってるやつは全然大丈夫じゃねえんだよ。予言してやるぞ、どうせ次のテストも赤点だってな。次男、許すまじ。許さないとどうなるんだ？むか。気持ちはわかるけど落ち着いて、アーニャちゃん。次男の父、いつ学校に来る？なんだよ、いきなり。ダミアン様、あいつひょっとして。なんだよ。他の奴らと同じですよ、お父上に取り入ろうとしてるんです。アーニャは違う。うるせえな。グーン。二度と近寄んなよ。プランピー、お先真っ暗。今度こそ次男と仲良しになって父のお手伝い、次男の家に行って父の任務成功させる。そうすれば世界平和になって父も喜ぶ。本当に何なんだよあいつ。聞け次男。何か言おうかよ。アーニャんち犬いる。だからどうした？かーん、世界終わった。あ、庶民を一周する一言、さすがです、ダミアン様。ええ、そんなひどいこと言ったか。お見それしました。シクシク。どうせ小汚い打鍵なんだろ。ちょっとあんたたち、またアーニャちゃんをいじめてるの？うっせ、お前には関係ないだろ。アーニャんちの犬、小汚いって言われた。まあひどい。確かにうちのビーゼルちゃんよりは可愛くないかもしれないけど、でもそこまで言うことないじゃない。あたしはアーニャちゃんちの子に興味あるな。うちのビーゼルちゃんと一緒に遊べたらいいね。ベッキンちにも犬いる？じゃあいつか一緒に遊ぶ。お、なんだよ。次男も一緒に遊ぶ。はあ、なんで俺が。もうアーニャちゃんだよ、こんなやつ放っておきましょうよ。それよりいつ遊ぶ？今から楽しみだわ。ダミアン様が庶民の打鍵と遊ぶわけないだろうね、ダミアン様。まあな。さあ行きましょう、ダミアン様。このままじゃ父の任務手伝えない。あ、ボンド入れた家族写真見せれば。あ、何あれムカつく。で、アーニャちゃん、なんか落としたよ。
ちゃん家に行けば今度こそロイド様に会えるかしら。ねえ、今度アーニャちゃん家遊びに行っていい？計画と違う。ボンドの魅力、次男に伝わらない。何見てんだてめえ。アーニャ、次男と仲良くしたい。はっ、調子なんだよ動物が。プラン B、 うまくいかない。